こんにちは、白鳥和樹です。他に何言ったらいいと思う？取り始めてから聞くなよ。はいはい、日頃自己紹介する必要のないスーパー有名人様、おつ陽介、そういうこと言わない。へえ、意外。なんかキラキラしたこと言うのかと思ってたわ。そういう芝居は得意なんだけど。そういう本がないとままならないところ、和樹くんは役者が天職なんだなって思うよ。原作ものの役特にすごいよね。再現度めっちゃ高い。ありがとう。ねえ、リツはどう思う？何が？俺のことをどう思う？うわ、キモ、うぜ。陽介、芝居の精度は否定しない。ただ和樹の場合、芝居が得意じゃなくて、芝居の他に得意なものがないって言い方が正解な気がする。え？ない？ないかな。本当に？何も？じゃあ具体的に何が得意か言ってみろ。いいとこや。得意なことって自分じゃ分かんなかったりするよね。いや、いっぱいあんじゃねえかよ。備品壊すとか、電化製品壊すとか、部屋無限に散らかすとか、飯まずとか。けなしてるだろそれ。褒めてんだよ。常人には逆立ちしても真似できねえだろ。演技の才能にステータス全振りしたみたいなとこはあんな。そのキッチンにさえ入らないようにしてくれたら、なんかいろいろごめんなさい。